スタンプ、公式スタンプ。おるよ、ポルカ。実は私も買ったんですけど、送る相手がいなくて。いつかポルカちゃんと LINE 交換した時に送りつけたいですね。あ、ミコチと LINE してる？そうなんです、実はミコチ、そうなんです、お正月に大事件を起こしてしまって、お正月にですね、実はですよ、お正月にミコチに LINE が送りたいなと思って LINE を送ろうとしたんです。でもいざ LINE 送ろうとしたら、お正月に LINE も大掃除しちゃったんです。LINE も大掃除しちゃって、ミコチがどこにいるか分かんなくなっちゃったの。ミコチがどこにいるか分かんなくなっちゃって、それでミコチっぽいよな、でもミコチなのかなみたいな、それで最初は探り探り、名前を聞くわけにもいかないから、どっちなんだろうなみたいな、というか久しぶりみたいな感じで送ったんですよ。てかなんならもうもはやわからないし、学校の人なのかも、中学生時代の友達なのかも、オーストラリアの友達なのかもわからなくて。てかスタンプで探ってたんですよ。そしたらロボコ先輩だったんです。でもロボコ先輩優しくて許してくれて、じゃあロボコ先輩かミコッチかどっちかがミコッチだと思ってて、でミコッチに入院を送ったんだけど、それでやっとね、あ、ミコッチだったって思って、ミコッチだって気づいた時にはもう遅かったんです。はぁ、それから、ミコチに失礼なことしたなと思って、もう LINE が送れなくなっちゃったね。って殺してしまったんだ。本当にね、だからもう、ディスコで会話しようと思ってます。じゃあこのスタンプは、カナタンに送りつけよう。どうしよっかな。まつりちゃんもいいなぁ。ねねちもいいなぁ。タランチュラ。タランチュラで思い出した。この間さ、はーちゃまからさ、いきなり LINE が来てさ、なんかスタンプできたの。で、何と思って。何急にスタンプみたいな。どうした、話聞こうかみたいな状態になるじゃん。試験頑張れって。大変やろなーって言って、勉強できるんか、できるんか偉いなーとか言いながら、そうさ言ってたんだけどさ、僕結構適当に LINE 名前つけてんのね。そう、誰だか分かんなかったらしくて、そんな状態で会話してたらしくて、お前もしかして僕が誰だか分かんないで送ってたんかみたいな感じで、そう、初めはみこちだと思ってたんだって、僕のこと。これさくらみこだわって、思ってたんだけど、もう全然ロボコでしたみたいなね。そうで、その名前を知りたかったんだけど、なんかそれをどうやって聞くのか多分分かんなかったんやろね。初めに聞けやって。マジでね、びっくりしたわ、急に来て。ポンしか合ってない。ポンとゼロ期しか合って、ポン、ん、ポンはゼロ期しか合ってないね。違うね。もう違うね。あまま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 ま